イギリスの3インチキャニスター弾頭。発砲すると描かれた円柱状の弾頭全体が打ち出される。発射薬の燃焼ガス圧力が弾頭の底にある小穴を通して弾頭内部にも伝わるため弾頭が方向を離れる前に3弾が先端にハンダ付けされた蓋を押し破って放出される。キャニスター弾、別名ケースショットは大砲で使用される対人用砲弾である。 ケース、キャニスターは共に、容器の意味で、筒状の容器内へ大量の散弾を詰めてある。発射後に容器が飛散して、ばらまかれた散弾が広範囲の敵を殺傷する。だが、砲弾が拡散する、性質上、有効射程は極端に短い。ケースショットは前奏砲時代に文字通り、ブリキ管へ、マスケット銃弾を数百発詰め込んだ砲弾で、同様な散弾である。 武道団が主に体艦用で敵戦への作具破壊を目的にしていたのに対し、こちらは対人相当専門で陸戦にも使用され、主に砲兵の対不評近接戦闘や突撃する敵機兵の排除などに用いられる。19世紀日本の市場化に伴って武道団を装填するのが混乱になると、キャニスター団は護送法唯一の直接照準射撃用散弾として残っていく。 主に騎兵襲撃に備えた自衛用砲弾として用いられたが、硫酸弾の霊距離射撃が可能になり、中長距離と至近距離の射撃を兼用できるようになると、用途が限られるキャニスター弾の配備は縮小されていった。その性質上、直接照準で運用される不評砲や初期の野砲で使用されることが多かった。砲の長射低下に伴って砲兵が最前線で敵と、 相対しなくなる第一次世界大戦頃からは、機関銃にその地位を譲ることになるが、それでも第二次世界大戦においては、連合軍が M337mm 砲で日本陸軍の不評突撃阻止に使用していた。現在では、戦車や装輪式自走砲に搭載される L44 や L7 などの砲弾として、 接近する不評の排除や参開した不評への一斉攻撃用として生産されている。ありがとうございます。